ピードが上がります。膝を曲げるか伸ばすか、板を立てることによって何が生まれるかというと、別にカービングやる必要性別になくて、上達だけにこだわらず楽しむことを一番に考えて。こんにちは、つぶかしょうです。今回はですね、カービングやってる方なら誰もが8000万回ぐらい聞いたことあることだと思うんですけども、板を立てるっていうのと圧をかける、この2つについてめちゃめちゃ聞いたことあると思うんですよ。でその2つを今日は徹底的に紐解いていこうかなというふうに思っております。ただ紐解いていくっていうとすごく複雑な感じに感じるんですけども、今回はそれをだいたい小学3年生ぐらいでも分かるかなっていうぐらいでやりたいので、まあ、っていうのも自分自身本当に物理の時間が大嫌いで、子守歌のように聞こえたんですよね、先生の声が。なのでそうならないように、まあ、楽しくっていうか、まあ、簡単にやっていけたらなというふうに思いますので、ぜひぜひついでにチャンネル登録といいねボタンとコメントの方よろしくお願いします。それでは行ってまいりましょう。それではまず一つ目、板を立てることについてなんですけども、これ結論から言うと、板を立てると圧をかけるっていうのはまたちょっと違う話で、最初板を立てることの方が大事なんですよね、カービングって。でなんでかっていうと、板を立てることによってグリップっていうのが生まれるんですよ。圧力って真下に向かってると思うんですけど、まあ、板を立てないと真下の力だけが働いて、こういう風にどんどん下に下がっていくんですよね。右行ったり左行ったりする時も右には行くんだけど、下にずれる力がすごい生まれちゃうんですよね。なので板を立てることによって何が生まれるかというと、ここに超でかい雪壁できますよね。まあ実際これは今日パウダーなんですごいでかいし、春雪とかだとすごいでかくなると思うんですけども、この雪壁ってもちろんでかくて硬いほど強くなると思うんですよ。なので強くなるとどうなるかというと、この雪壁が自分を押す力も強くなるので下にずれづらくなるんですよね。なので板を立てる理由としては、圧をかけるというよりは雪がこっちを押す圧を強くしてあげるために板を立てるというふうに思っていただければと思います。そうすることによって板が一本の線を描きながら右行ったり左行ったり、まあターンって右行ったり左行ったりの繰り返しっていうことなんですけど、まあ、その時にずれることがなく一本のラインを描きながら板がスーッと右側に行ってくれますね。そうすると何が起こるかというと、やっぱスピードが上がります。もう一個は板がたわむっていうことは何回もね動画でもお伝えしてるんですけども、板がたわむっていうのは、板ってこういうふうにまっすぐじゃなくてこういう形してますよっていう話をしたと思うんですけども、で最初になんとなくこう感じてほしいエクササイズが、板を立てて座ってこういう動きしてほしいんですよね。立てて圧をかけると真ん中にスペースができて、真ん中だけすごく動くんですよね。なので立てて圧をかけると板の形がこういう風になりますので、わざと体とか板を回していかなくても立てて圧をかけるだけで板が勝手にその形状の通りにギュインと曲がってくれるんですよね。それがカービングの面白いところで、傾ければ曲がる。これはどっちかというとスピードスケートとか、あとはバイクのレースとか、そういうのにも似てるんですけども、多分わざわざ体回してないと思うんですよね、あの人たち。でこう傾きの遠心力で回っていくっていうことなんですけども、どうやって板を立てるかっていうと、これもう単純に一つ言うと、自分の体と雪面を近づけるっていうことだけなんですよね。で体っていうとどうしても皆さん勘違いしがちなのは、特に、つま先側で勘違いしがちなのが、ここからこう滑ってるとして自分と雪面を近づけるっていうと、まあこういうことじゃないですよっていうことなんですよね。こうすると結局別に板立ってないですよね。それは何でかというと、人間の重心はおへその下にあるので、おへその下っていうふうに考えてほしいですね。体だというよりはおへその下と雪面を近づければ近づけるほど板が勝手に立ってきます。で今止まってるんで、この斜め45度で止まることって多分無理なんですよね。絶対落ちちゃうんですよね、体が。でもカービングで回ってる時には、もし体が斜め45度ぐらいになってもそのまま落ちていかないんですよ。それこそ自転車とかバイクで例えたら分かるんですけども、それあの人たちは結構斜めになっても倒れてないですよね。あともう一つ身近な例で言えるのは、バケツに水を入れてぐるぐる回した時にバケツの水って落ちないんですよ。だけどここで止めたらバケツの水は降ってくるんですよね。っていうのと全く同じ原理で、速いスピードでターンしてるときは遠心力で自分の体を倒してもこっちのエネルギーがこっちに押してくれるんで、でもここに関しては複雑だと思うんですよね。なので無視してもらって全然大丈夫です。で一番覚えてほしいのは、自分の重心おへそと雪面を近づけることで板が立ちますよって、もうここだけですね、捉えてほしいのは。こんにちはさ、
圧をかける必要性についてなんですけども、それはさっきもお話ししたように板をたわませるために圧をかけた方が完全に板の形が真っ平らよりも U に近づくんで、カーブがすごく深くなるんですよね。まあ、カーブ行きのカーブって掘る彫刻の掘るなんですけども、もちろんこう曲がるキレ、深くギュインと曲がるのがすごい楽しいので、そのためにやっぱ圧ってかけた方がいいんですよ。ただ必ずしもこの圧をかけた方がいいのかというと、それもまたちょっと違う話で、例えばアイスバーンなんかはこんなにいっぱい板を立てても雪壁って絶対大きくならないんで、雪が自分を押す力がそんなに強くないのに自分だけが圧をかけてバーンと押しても、これはもう完全にスリップしたりエッジが抜けてスコーンって転ぶパターンなんですけども、まあ、なのでカービングって雪面状況によっても滑り方ってかなり変わってくるんですよね。でどうやって板に圧をかけるのかっていう話なんですけども、膝を曲げるか伸ばすか、まあ、これは先ほど言った板を立てる重心と雪面が近いっていうのを大前提としてのお話なんですけども、ここから膝を伸ばすか膝を曲げるか、どっちが圧かかると思いますか？皆さんちょっと5秒お考えください。はい、ということでですね、膝を伸ばす時の方が圧ってかかってるんですよね。っていうのも曲げてる状態から、今多分室内で動画ご覧の方多いと思うんですけども、実際に座ってもらって壁に足をかけて壁を押してみてほしいんですよね。その時に曲げてる状態から伸ばすのか、伸ばしてる状態から曲げるのか、一目瞭然で曲げてる状態から伸ばしてる時の方が力って 100% 加わると思うんですよね。むしろ伸ばしてる状態から曲げて圧は加えられないっていうか、こう離れちゃいますよね、足が。なので圧をかける時は膝を、まあ伸ばしていきましょうというようなことになりますね。でこっからが圧をかけることの重要性についてのまとめなんですけども、最初にお話しした雪の壁が自分を押す力よりも自分がこっちに押す力の方が強いとエッジが抜けますよっていう話で、なので絶対にエッジが抜けないのはとりあえず板を立てて膝を曲げる、これがエッジ抜けづらい方法なんですけど、たわみは少ないですよ。だけどアイスバーンなんかはね、必ずこういう風に滑った方が絶対にいいですよということで、バーンコンディションのいいエッジがよく噛むバーンでは全然板を立てて膝を伸ばしましょう、そして圧をかけた方がギュインと曲がりますよということで、今回はいくつかの点に傾向をまとめさせてもらったんですけども、なんでカービングをやらなきゃいけないかというと、別にカービングをやる必要性別になくて、自動車で例えると、普通の乗用車の四輪の太いタイヤでも別に曲がることはできますよね。だけどバイクの細い二輪のタイヤでこうカーブしたりこうビューンと走ったりする方が楽しい人もいるっていうぐらいの、そんな感覚でいてもらえればなと思います。まあそんな感じで普通のターンができるようになったら、今度はカービングにぜひ挑戦してもらいたいな、そしてそのねカービングを極めてもらいたいなというふうに思います。でこの極める理由もちょっとごめんなさい長々話しちゃうんですけども、極める理由もあのスノーボードにとって一番大事なことって2つあって、そのうちの1つが安全で、その下に楽しむことで、でその楽しむことの一手段として上達があると思うので、まあ上達だけにこだわらず楽しむことを一番に考えて、その手段としてこの動画を使って上達していってもらって、スノーボードを続けてくれる人が一人でも増えたらなというふうに思ってますので、まあそんな感じで本日の動画は以上になりますが、もしこの動画がためになったなと思った方はチャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!